ツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるの。次が3球目、打ちました。サードうまくさばいて二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2回終わって1対0、スワローズが1点をリードしています。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。打ちました、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ追加点のランナーを1塁に背負います。バッターは西川、そして塁上には塩見。まあ盗塁もありえるんで注意しておきたいですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。送ります、ファウルです。見逃し三振、ワンアウトです。打順は3番山田。前の打席はしっかり捉えてましたからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。うん、そうですね。ワンアウトランナー一塁です。まあ走ってくるなら早いカウントだと思いますけど、来ませんよね。はい、ここもランナーは動きませんでした。走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。少し警戒しておきたかったですよね。このピンチ空振り三振に切って取りました。ランナーが二塁と三塁では全然違いますからね。せめて右方向に転がさないと。はい、三振でツーアウトとなっています。改めてお聞きします、バッターの村上、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあインコースでもアウトコースでも放り込めるバッターですから、実に厄介ですね。ああそうですか。ここはボール球を振らせたいですよね。うん、なるほど、そうですか。3球目は何で来るか。インサイド落ちました。これはどうだ。ショートの横抜けた。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。スワローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、2対0になりました。カープこれで2点ビハインドとなりました。うん、抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。5番バッター尾花、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いやー、痛いタイムリーでしたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。カープこの回追加点を許しています。里崎さん、後続は確実に断ち切りたいところだと思うんですが。まあもちろんそうですよね。ここで切って取りたいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウト二塁一塁。さあカープ
得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の前田、どういったピッチングを見せるのか。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。堂林が掴んで3アウトです。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。2対0、ヤクルトスワローズのリード広がっています。3回の裏追いかけるカープの攻撃、8番バッターはキャッチャー中村。カープビハインドで迎える3回の攻撃です。ファウルになります。ワンストライクです。ここもファウルです。打ちました。レフトが追いかける。入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。1点差に詰め寄る一発となりました。追い込まれてからのストレート、強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。カープが追い上げます。2対1になりました。見事な一発が飛び出しました。これで1点差まで詰め寄りました。今のバッティングご覧いただきましょう。見事ですよね。ここで得点が入りました。ピッチャーに打順が回って、先発の前田が打席に入ります。舐めてかかるとやられますよ。バッティングいいですからね。そうですね。インコース決まっています。打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。打順は1番に返ります。バッター野間、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。はい、そうですね。ワンアウトになっています。さあ2球目は何か。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ。レフトが取りました。2アウトです。2番バッター菊池、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2アウトになっています。打ちました。山田一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。3回終了2対1、カープが1点差まで追い上げました。回は4回の表、7番から始まるスワローズの攻撃。バッターは山崎、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。カープ1点ビハインド。インサイド、センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。打席には8番バッター竹岡、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。前田、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ストライク。アウトコース外れます。これが3球目。インコース見送ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ボールになります。
これが5球目。変化球で空振りを取ります。次はピッチャーの打順ですが、先発の石田がバッターボックスに入ります。まあピッチャーの打席なんできっちりアウトを取りたいですね。そうですね。アウトコース、ストレートが決まっています。次が2球目、内へ持ってきましたが外れました。さあ3球目は何か、アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。小園が抑えて3アウトチェンジです。この回スワローズ三者凡退です。2対1、スワローズが1点をリードしています。打席には3番バッター小園、まあ、ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。初球ボール、2球目は何で来るか、ファウルになります。打ちました、ボテボテ、これもファウル。インサイド打ち上げました。弾き返した打球は右中間へ、ライトが取りました。ワンアウトです。打順は4番堂林、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。際どいコースに送ってストライク、低め外れました。膝元をつきましたが外れました。打ちました、セカンドうまくさばいてアウト、ツーアウト。バッターボックスは5番秋山、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はアウトになりましたけど、ライナー性のいい当たりでしたね。タイミング合ってると思うんでね、期待できると思いますよ。はい、期待しましょう。ツーアウトランナーありません。これが2球目、外のボールに手を出しました。ノーボールツーストライク、スライダー外れます。さあ勝負してくるのか、バッターよく見ました。打ちました、打球はレフトへ、ここは打ち上げています。西川が掴んで3アウトです。
反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終了2対1、1点リードはスワローズです。スワローズの攻撃は1番センター塩見。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。胸元へ決めてきました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。引っ張った、ボテボテ、ショートが前に来る、サード取った、アウト。ここは送球が間に合っています。いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーいかがですか。この一瞬の判断は素晴らしいですよね。ご覧いただきましょう。ここでピッチャーを助けるファインプレーが飛び出しました。いやー、こういうプレーは士気が上がりますよね。バッターボックスは2番西川。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。前田、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはカープが前田、そしてスワローズが石田、この2人の投げ合いとなっています。さあ2球目は何か。